どっち夫婦でコーテマウやろう。わあ、その響き久しぶり。マリンピア神戸にやってきました。ありがとうございます。こちらを舞台にある対決をしていただくということですよね、運転さん。はい、3日後の11月22日なんですが、この日がいい夫婦の日ということで、はい、有名人夫婦のお二人に来ていただきまして、はい、どちらがいい夫婦なのか対決をしていただきます。やったー、ありがとうございます。まずは結婚8年目の小原雅子さん、マックス鈴木さんのご夫婦です。はい、いい夫婦です。結婚12年目の安田大サーカス団長安田さん、そして安田幸さんご夫婦です。ベタです。これ買い物対決ですからね、夫婦で買い物って行かれるんです。例えばじゃあなんかスーパー大きいコストコとか行こうかって行くんだけど、もう肉売り場に直行ね。もう肉って決めたら肉買う。ブラブラウィンドウショッピング。まずない、まずない。お二人に関してはどうですか。なかなか買わへんのよ。そうなんですよね。もうこれやあれや、もう俺から見たら同じやんみたいなやつをどっちがええ言われるやん、はい、どっちも一緒ちゃうんだもん。もうこれもうこれ揉めちゃうの。揉めるというか、もう最終的にはその私が持ってる両方を団長がレジに持ってっちゃうっていう。そう、もう買うっつってもう持ってっ、はい、今回の対決大丈夫かな。大丈夫、はい、っていうかもう司会なん、うん、なんかしれーっとなんか、はい、しれーっと今進んでるけど、うん、今回 MC？ 僕も MC、 なんならもうあのタイトル言ってもてますけど。そうなんです。すごいよね、すごいこと任せられてるよね。若干だからメインとしてちょっと弱めよね。そうなんですよ。それはもう本当に自覚してるんです。テレビ大阪さんがなんでここで勝負してるのか分かんない。今回の買い物対決の舞台は三井アウトレットパークマリンピア神戸。明石海峡大橋を眺める絶好のロケーションで、1999年の開業以来、関西ではファミリーに長く親しまれています。そんなマリンピア神戸で小原マック夫婦と団長安田夫婦がコーディネート対決。プレゼント対決でどっちがいい夫婦なのか買い物バトル。50ポーン。あ、とめやとサイズいけるさやで。見たい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 。これちょっとちょっと。いい要素あるよ。こんなあんの。かわいいよね。夫からのプレゼントに小原雅子まさかの高級。マインピアもここも、うん、もうよく。子供も連れてよく来るんです。よく来るとこ、めちゃめちゃ部がありますやんか。そうなんです。団長はこう兵庫県出身やから。兵庫県西宮市松並町に住んでますから。団長はオープンした投資、はい、よく来たよ。あ、そうなんですね。ただ来たのが元カノやから会うことだけが怖い。よう言えるな。そセールってなってるよ。そうなんです。だってアウトレットやからいつも安いんですよ。うん、だけどセールってなってるよ。はい。三井アウトレットパークマリンピア神戸が来年1月15日で一時閉館しリニューアル。明石海峡大橋の景観を生かした魅力的な施設に生まれ変わります。それに伴い現在閉館セール第2弾、対象店舗での 80% オフセールを開催中。例えば調理器具のフィスラーでは7700円のココットが1500円、80% オフでとってもお得。そんなマリンピア神戸でまずはこちらの対決。これでいい夫婦間違いなし、トータルコーディネート対決。ありがとうございます、はい、まずはこちらの夫婦に登場してもらいましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。マリンピア神戸にあるお店で買い物をしていただきまして、こちらの三浦さんご夫婦をモデルにしてトータルコーディネートをしていただきます。こちらの2人はご結婚なんどれぐらいなんですか。いい夫婦の日が結婚記念日なんです、うん、あら、そうなんだ。うわ、先輩や。大先輩。全然先輩。先輩ですやん。泣き言あったら聞く気が。はい、じゃあなんかこう普段のお二人がこうお互いの不満。それってアイデアに伝わるんですか。
とやっぱその結婚18年経つとちょっとふっくらやめときましょうかねやめとこ何中質問させて気をつけなはれよテーマはこの冬夫婦でお出かけしたくなるコーディネート制限時間は60分。こちらの夫婦を素敵に変身させることができるのはどっちなのか。ここからは2チームに分かれてお買い物。小原マックチームが立ち寄ったのがここか。ここいいんじゃん。ここしようか。なあ。ちょっとフォーマルな感じしてみようか、うん、フォーマルで綺麗めのアイテムを中心に幅広い層に人気のブランドニコル。もう18年言ってあったやん。もうはっきり言ってもう冷め切ってるはずやねん。それは分からへんでしょ2人でなんかディナーでも行くような感じにはどうですか。 OK な、もう2人とももう一回盛り上がらせる。夫婦でディナーにお出かけできるコーディネートを目指します。ちょっと値段も気になるしな。5万円やろ。これでももう5000円ぐらいなんや。このセーターがな、安いなやっぱり。え、こっから安なんのかな。もしかしてセールやから2点以上の購入で 10% オフやわ。だから同じ店で買った方がいいよ。そら2点以上でセットした方がいいね、これは、うん、いやこんなんもセットで可愛いで。コートもセットで、まあ、まず女の子から決めようよ。なんかあのあれ気になんねんけど。どれ、こっちドレスアップや。マー君こっちやな。そうそう。あ、こんなん顔切れない。これ裸みたいこれドキッとするって旦那さん。え、それもう裸で着るやつなの。いやだからじゃあなんでねえねえ、ほらここにこれやからパッと見なんかもう裸みたいやん。うまい。ただ靴が持ってきてくれてる靴に合わせなあかんやん。このレースの靴やったらいけるかな。この靴奥さん持ってきた靴やん。でもこんなん結構カジュアルやねんな、このあれも、うん、これでもまあまあします。これ21,000円。あ、まあまあいく。ここから多分セールで 10% ちょっと体型カバーの。ね、マーク見つけんの上手。かわいいやん。え、かわいいやんこれ。7,900円。No。 え、上手上手。これちょっと体型もなんかあんまりマーメイドスタイル、これいいやん。ちょっとデートっぽいやん。これでマフラーが3,500円。ほんでこれやったら靴ね、この人のか、このレースアップのこれ、うん、これでいけるかな、うん、これ一緒に合わせてみようか。そうやね、男の人のやつと。奥さんの服は決定。順調な小原マック夫婦に対して団長夫婦はここやで。これ お得意分野。得意分野得意分野なの。初めて聞いたけど。え、ジャーナルスタンダードとか用意。買うことあるね、うん、確かに。得意分野どうする。あ、でもいろいろある。ジャーナルスタンダードなどのアウトレット商品を展開するベーセーストック。いい夫婦の日っていうテーマがあるから、うん、なんかまずここでちゃんと合わせないと、気持ちを、気持ちを、うん、そういうことで、そういう意味じゃない。そういう、いい、大丈夫大丈夫です。体型が変わったりとかっていうのがあったから、うん、なんかこう、これ直すきっかけになるような、うん、そうやな、ここ若者向けのデザインのもの多いから、ちょっとこう若返るような。あ、そうだね、うん、これ直す若返りファッションをテーマに探すことに。冬にお出かけしたくなるコーデってことなの、うん、これモコモコいいけどね。ね、これ冬っぽいよね、うん、デートっぽい。いや、ちゃ50%ぐらいね。すごい、え、12,000円。いや、12,000円。いや、だから、あ、でもスペシャルプライス、スペシャルプライス、あー、70%。もうそこしか見てない。あ、これもなんかチノっぽいけど、ちょっと綺麗めのチノ。これ何でも合うよ、うん、着回しが効くからいいよね、うん、そう、これはもう決定。パンツは決めたが、他がなかなか決まらない。うわ、決まらんわこれは難しい。そこで店員さんにアドバイスをもらうことに、はい、大人じめの人なんですけど、ちょっと派手めにしたいなと思って。わかりました。こんなんとかちょっと短い丈流行ってるんですよ ね、 そうですね。で、結構身幅があったりとかして、うん、下もワイドパンツみたいな方が。アウターからパーカー出してるとおしゃれに見える。あ、見える見えるダウンベストも合いますよね。あ、合いますね、全然。かわいい。これおしゃれです。わ、めっちゃいい。
MA1 の形の、うわ、うわ、俺が好き俺が買うあ、これで、はい、お、なんか良くなってきたぞ。これででも中パーカーとかパーカー、これで買うけど変、これ色はそうだね、グレーちょうどいいかも。一旦じゃあこれにして、そうね、時間もあるしね、うん、ようやく旦那さんの服が決定。小原マック夫婦は久しぶりの夫婦2人で服選び、付き合う前のことを思い出したようで、初めてのデートの時ね、もうこういうのピタッと着てね、ここ、こう V ね、ね、ここからわっさー胸毛出ててなもうそれにキュキュキューンとなりました。それで焼肉を食べに行きましたね。タン塩頼んだんですけど、タン塩焼くんかな思ったら、もうねそのまま食べてね、なんて野生味あふれる人なんだと思ってね、ほんまの話。団長夫婦は奥さんの服を選ぶが、またなかなか決まらない。ダメだ、もう分からなくなってきた。こういうその全然その MA1 っぽくないワンピに羽織るみたいな、うん、ほな MA1 買ってワンピは違うとこで探すか、ここであるか。あー、やばい、だんだん団長がイライラしてきたぞ。早く、早くしよう、怖い、怖い、どうしよう、どうしよう。モデルさん夫婦に素敵に変身してもらうコーディネート対決、なかなか決められない団長夫婦はお店を変えて奥さんの服選び。あ、それでじゃあこの緑にするっていうのは、よし、なんと30% オフ、もともとが安い。これに MA1 を着て、ちょっと緑と黒でトータルコーディネートみたいな、でバッグをファーにする、バッグをファーにする。サチさんのチョイスで奥さんのワンピースを購入。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、だからさ、なんかちょっと冬クリスマスとかさ、イベントっぽいよね。いいと思う、これいいよね、このセットかっこいいよね。両チームとも買い物終了。果たしてモデルさん夫婦はどのように変身するのか。さあ、マリンテラスにやってきました。やったー、素敵ですよね。明石海峡大橋でございます。そうですよ、絶景ですよ、うん、こちらでコーディネート発表していただきます、はい、さあ、ということで、あれ、すいません、小原さん、はい、変わりましたあのちょっと時間余ったんでね、買ってもらいました。そんなことがあったって。それ見たで、いやこれ俺らそれ悩んだやつや、かわいいなって。そうなんですか、買ってはない、ギリギリセーフだけどおそう、実はこの上下もすごい可愛い、かっこよくない？あ、緑、いいやん、これこれね、かっこいいよね、うん、改めまして、自信の方はどうでしょうか。いや、あのね、結婚18年目の2人が改めてお互いをこう惚れてまうやろと素敵いう感じのテーマ、うん、うわー、惚れてまうやろ、惚れてまうやろって、ちゃんと言ってください。なんで言い慣れてんの、ちゃんと言ってください。完璧やないかい。思わず惚れてまうやろと言いたくなるコーディネートとは。小原さん、マックさんご夫婦のコーディネートに着替えてもらいました。どうぞ。あ、来た来た来た、かわいいよ、ね、かわいい、ありがとうございます。立ち位置のけえほんまのけえはない、小さい声でのけえはない、完全に聞こえておりました、お尻の樹脂という形で。このこだわりというのも教えていただいてよろしいでしょうか。なんかいい夫婦の日に、あの結婚記念日ってこともありますし、そういう時にちょっとよそ行きの格好をしてお食事でもしていただきたいなという感じです。そしてテーマがお出かけでしたもんね。はい、はい、はい、一発目に見抜いたのがそのネイルでした。あー、なるほどめちゃくちゃ派手なんですゴテゴテなんですいいね、ですね、はい、ちょっと色ある、だからクリスマスでもいけそうな雰囲気もありますしね。三浦さんの旦那様どうでしょうか。奥様は普段やっぱ結構その体型とか分からなくするようなやっぱ服装をやっぱりだいぶ好んできてるんで、
ただすごいあのシルエットがかっこよくて綺麗で、あのいい感じだなと思います。この奥さん見てどうですか？惚れてまうやろ。惚れてまうやろ。惚れてまうやろ。どっちもちゃう。惚れてまうやろ。本家ですね。久しぶりに来た。気になるコーディネートのお値段は、旦那さんが32,472円、奥さんが16,137円、二人合わせて48,609円でした。すごい。これは敵としてもアッポレなんじゃないでしょうか。まあでも違う路線で行ったんで。なるほど、はい。続いて団長夫婦が選んだ惚れ直す若返りコーディネート、団長さん、そして幸さんご夫婦のコーディネートに着替えていただきました。どうぞ。ほら、中あら、ありがとうございます。いいでしょ。ああ、はい、かしい、いいでしょ。合ってる。どうですか。素敵。ようこそ、ありがとうございます。ほらほら、この辺も、はい、演習しました。そうなんですね。団長、改めてこのコーディネート、どういったこれがポイントでしょう。これ何てやつやってるの、2人一緒の。あ、リンクコーデを。それそれそれ。知らんのまずは MA1 の色違いにしました。はい、これ可愛いっすよね。バッグと素材がファーで、はい、素材のお揃いからの色のお揃いがパーカー。はー、明らかにこうね、ペアルックやとちょっと恥ずかしいでしょ。カジュアルで若やっぱ親子若々しく、うん、やった、うん、こっちの方がいいよね。アップさん、それは言うと赤い。気になるお値段は、旦那さんが27,720円、奥さんが18,477円、合計46,197円でした。果たしてどちらのコーディネートが似合っているのか。公平な判断が必要ということなので、こちらの方に決めてもらいます。はい、三浦さんご夫婦のお子さん、アリスちゃんとカリンちゃんです。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。あれ、カリンちゃんでいらっしゃいますね。おいくつなんですか。小学6年生11歳。あ、全然バラバラ揃うのかなと思って。いやいや、俺マナカナで慣れすぎて。マナカナタッチで慣れすぎちゃっててね。写真をちょっとアピールして。では見ていただきましょう。どうぞどうぞ、はい、交代で見てこれ。まあでも機械とどこ。それではアリスちゃんとカリンちゃん、パパとママ、どっちのお洋服の方が似合っているのか選んでください。せーの。マリンピア神戸で小原マック夫婦、団長夫婦がお買い物。どちらのコーディネートが似合っているか選んでください。せーの。よっしゃー、負けた。あ、そうだな。こっちはなんかママの方で言うとスタイルがよく見える。確かにそうだね、このマーメイドのね。こっちのパパがあのあっちの服よりお金持ちに見える。確かに確かに確かにそうや、お金持ちに見える。関西の子やな、なんかコメント。ということで勝利したホラマックご夫妻には1ポイント獲得です。続いての対決の舞台は明石駅前にあるウォンテル商店街。新鮮な魚介類が並ぶ明石の台所。名物の明石焼きや鮭を高圧プレスしたぺったん焼きも有名。そんなウォンテナで大人気の寿司店キリン。いい夫婦はどちらか、絶品のお寿司で対決です。夫婦の明石を見せろ、新鮮お寿司ドボン対決。イエーイ。
明石とこの明石を気づいてたやろ多分ありがとうございます。こちらのキリン本店さんは通常はコースを提供されているんですが、はい、今回特別この対決のために皆さんの食べたいお寿司を一つずつ提供していただくことができます。好きなネタを頼んでいき5000円に達するとドボンで負け、ストップして4999円までなら OK。 値段の目安、お昼のコースは11貫で4500円です。これ何が入ってる大将、トロとか当然ウニとか、前で取れる白身魚、はい、4500円というのは大将の値段設定っていうのはむちゃくちゃ頑張ってます。むちゃくちゃ頑張ってますということで、じゃあそれで割って大体一つがその分の値段やろうと思ったらダメってことやな。そういうことなんですよね。コースを頼んだ後にこうやって注文したやつのこれはおいくらぐらいかという一貫の設定ということです。一貫の値段、こないでもなんですけど、その値段書いてるようなお寿司屋さんじゃないので連れて行ってくれんの。あーそうか、まあ、一貫がいくらっていうのがよう分かれへんわ。まあそのね、子供たちと行くときは回るお寿司で、大体の値段分かるけど、さちさんこういったこう明石でお寿司ってワクワクするんじゃないですか。ワクワクします。正直あの回らないお寿司に来たことがない。えだから今大丈夫、回る回る、もうだからもうおいちょっとお前黒い皿をもう2枚目あかんねん。黒い皿を黒い皿なんか赤い皿あかんねん。じゃあ思う存分楽しんでください。はい、楽しみたいと思います、はいはい何アワビも食べたいな。はい、もう決まりました。ちっちゃちっちゃちっちゃ明石といえばタコ、ね、もうまずそれ食べたい。なるほどでございます。うわーすごい、咲いていきました。これがタコ、うわ優しい。うわこれは梅肉を、うわうわさ絶対美味しいやつね、いきますね。一口で。うん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 。美味しい。同じタコでも食感がちょっと違うから、はい、上のブリッとしたのと、はい、あの下のいっぱい切り目入れてくださったでしょ。はい、抜群。すごい。私のタコですね。ちなみにタコはおいくらで。うん、250円かな。安ないそれは。そう、私も安ない。それは安い。いやでも1貫ですよね。1貫です。そうですよ、うん、2貫だったら500円ですから。あ、いやそうただ足しただけなんですけどこちらレンスケアナゴ、はい、はい、レンスケアナゴですね。レンスケアナゴ、これ大将どういったものなんですか。あ、マアナゴの大きいやつをこの辺でレンスケアナゴって言います。へー、現れました。身が分厚いっすね。炙ってから握って、わさびをのせてすだち、そして最後に塩。塩か、わ塩か、はい、あ、いや、さすがに、これは今日はレンスケアナゴでございます。今まで食べてたアナゴは何だったんだろう。箸で持った瞬間から分かるぐらいもうふわふわだったので、それが口の中でほどけるような感じで。2貫目に参りましょう。秋のサワラ、はい、食べたいです。なるほど、はい、はい、ではすごいネタしっかり。そういうことですか。炙りショー、食べられんよ、ね、けど。オッケー、こっから漬け。皮目を炙ってから漬けにして握ります。ちょっと乗せ上がった。サワラ上はからしを、からし食べるの。どうなるんでしょう。油が乗ってるぞ。うわすっごい美味しい秋のサワラ。うん、CM みたいな感じ。ローカル CM 見てたよ。秋のサワラ。やっぱりちょっとね、あのもっちりしますね。はい、そういうことか。このサワラ本当に美味しいです。
はい、こちら、あこ、あこ、これ食べたことないので、はい、明石で呼ばれるアコウはキジハタのことで、クエのような脂の乗った白身の高級魚。これは明石で獲れた。はい、そうです、明石浦で獲れた。あ、また綺麗に。あら、またこちらも淡路島の玉ねぎ。うわー、橋渡った。うわー、橋渡ってきたわ。うまー。お腹の底から声が出ましたね。玉ねぎのシャリシャリとアコウの弾力が、これ美味しい。この後、絶品寿司に悶絶。めちゃくちゃ美味しい。うわ、最高級の大トロ、ドボンせず食べられるか。5000円に達するとドボン。3貫目、小原マック夫婦はマグロの赤身を注文。うわー、うわ、うわ、これすごい美しいっすね。綺麗、綺麗、綺麗。はい、嬉しい。これ見てな。あの、もう一貫。おかわりきますか。なんて、なんかもう爽やかよ、さっぱり。あまりの美味しさに連続で赤身、今度は漬けで。うん、あ、口当たりすごい柔らかくなったの、優しくなった。お醤油がついてんのに優しくなった。食べるのはさっぱり。団長夫婦は3貫目は明石のタイ。そして4貫目はハモを注文。夏に京都で食べられると思うんですけども、本当に美味しい時期っていうのはこの秋口。へえ、はい、プロの技。いいですね。元の前菜といったところでしょうか。ね、食べるよりも向いてるかもしれない。いや、最初から言っててんの、めちゃめちゃ上手やね。本当ですか。いや、もう、いや、食べたい一心でやっぱ喋ってまいりますよね。上手上手。湯引きをし、米粉の塩と柚子で仕上げました。そりゃありました。うまっ。うわ、羨ましい。しょっぱいのかなと思ったら、全然しょっぱくないの。で、ハモの旨味でしょ。はい。ここまでそれぞれ4貫ずつ注文。現在の値段予想は？じゃあ、ちょっと値段変えてます。最初250円言ってたけど、もう600円に。お、はい。はい。800、800で、今赤身2つで2000にしてるから、はい、もう今で3400円いってる。この値段がちょっと上げてきたというのは、やっぱりお仕事、お魚に対してのこう見させてもらったら、うわ、これはちょっと失礼やったなと思って、最初値段の選定が。はい、すいません。対象としては嬉しいお言葉じゃないでしょうか。ごめんなさい。団長夫妻はどうでしょうか。まあ、いつも行くお寿司屋さんで計算したら、850円。どこ行ってるの。心配になる。どこ行ってんねや、これ。ほんまですか。まだまだ行きますね、だから。すごいっすね。そろそろドボンが怖くなる5貫目。僕、中トロお願いします。小原マック夫婦は中トロを注文。ドボンだとドボン札が置かれますが、これはセーフ。決まりました。輝いてますね。よいしょ。うわ、全然脂っこくないですね。脂あるんですけど、めちゃめちゃうまい。美味しいわ。でもこの辺で終わっとかんとやばいんちゃう。ちょっとうまさ的にはもうびっくりしすぎて、はい、ちょっとまだいけるんじゃない。そうっすね、今の食べたい気持ちが勝つから。本当ですよね。勝負出られる。もしかしたらでしょ。おー、来ました。おー、トロー。こうなったら食べとかんとね。そうですね。大トロが入りました。うわー、すごい。
いや、一気に値段は上がるよ、これ。団長夫婦、ドボンしてしまうのか。ドンと出た時に答えが分かります。まだセーフってこと、これセーフでございます。そっか、ほらよかった。確かに箸上げがちょっと口に入りました。落ちてまう。夢じゃない、うまい。もうね、食レポってほら油がどうのこうの乗ってる、美味しい、うまみ関係ない、うまい。うわー、そう関係ない、うまい。はい、ストップで、ストップ。ちなみに5貫で3300円。あまりの美味しさに自ら想定値段を上げてしまいました。団長ご夫妻はどうするのか。痛い。果敢に6貫目を注文。4999円までに収まるか。値段言います、はい、5000円でした。5000円、ぴったりでした。ぴったりダメ、ぴったしはダメということなんですよ。超えてしまっているので。はい、そうなんです。食べれないイカ眺めるだけでございます。再び三井アウトレットパークマリンピア神戸に戻って最後の対決。私が欲しいもの知ってるつもり、プレゼント対決。イエーイ。小川さんと幸さんには事前に今欲しいもののベスト3を挙げていただいています。マックさん、団長さんにはそれを予想していただき、一つのプレゼントを買ってきていただきます。ベスト3の中に入っていって、中でも順位の高いものを当てた方が勝ちということになります。団長、これいつもプレゼントっていうのは、はい、普段はされてるんですか。普段してんねんけど、正解を出したこと一度もない。初熱波。うん、まあまず結婚指輪、指輪なんか持ってもしゃあないやろって、自転車あげたらちょっとちゃうねんなって言われて。いや、ちょっとどころちゃうねんけど。だから最初から間違えてる。そこからずっと間違えてる。奥さん大丈夫ですか、この対決。ちょっと不安なんですよ。でももうさすがに結婚12年も経つので、もう分かってくれてるかなと。さあ、小原さん、マックさん夫妻、いや最近だからね、もうプレゼントなんか誕生日とか何にしても、もう写真でこれってこうで、泣いたらサイトをもう送るとか、なんかここをこれですっていう、はい、そうなんですよ。あと自分が買ってきて領収書を見せるっていう。それもあるな、現金もらうっていう後で。業者ですよ。さあ、それでは頑張ってください。制限時間は30分でございます。それでは私の欲しいプレゼント、買ってまいやろー。あ、これスタートです。スタートです。はい、おはようございます。いってらっしゃい。いただきます。3日後はいい夫婦の日。いい夫婦なら奥さんが今欲しいものが分かっているはず。そこでマックさんと団長に、さまざまなショップが並ぶマリンピア神戸のお店で奥さんへのプレゼントを買ってきてもらいます。圧力計も彼女の好みがすごく強いから。それぞれ一人でプレゼントを探すマックさんと団長。これ欲しいと言うと、これが何かが分からへんもんね。旦那さんが買い物している間、大人気のベーカリーレストラン、トゥース・トゥースで奥さんに話を聞きます。私が欲しいものということで書き出していただきました。今欲しいものベスト3、はい、書きました。ほい、1位は帽子、つば、うんうん、あり。なんせね、私ね、紫外線が嫌いなんですよ。もうもう美肌の女王でございます。もう美肌の女王でございますから、はい、自称で、ね、で次はあの包丁ね。
包丁も欲しいんです。私が結構キッチンのこともするのも好きなの分かってるから、でもそれでまたカラフルな、なんかちょっとこれシャレそうなって言って、なんか色付きのなんかのやつは嫌なの。もうなんかもうなんか結構ちゃんと、うん、スタイリッシュなパッチだとまた料理のテンションも、うん、料理しようっていう気持ちになるから。うん、1個目はさっきコーディネート対決してる時に、なんかここからここまでのあのなんか手袋がすごい可愛くて、もうここモコモコついてて、うわこれ可愛いやんとかって言ったから、それもし聞いてて選んだとしたらもう神。神すごいっすね。マックさんは奥さんの気持ちを分かっているのか。いや僕多分キッチン用品の中でも包丁系やと思うんですよ。包丁、はい、もしくはもう冬なんで、あの もかもかもわもわしたあったかいシューズは絶対入っていくの違うかなと思うんですよね。はい、さすがマックさん鋭い予想。まずは靴専門店のひみこへ。こんにちは。こういう系、これのもっとなんかもうあったかい、あったかそうなのが冬は彼女好きなんですよ。めちゃめちゃ安いね。いや、どういうこと？これ何センチですか？こちらが S サイズなので22から 22.5 ですね。M ってあるんですか？ M サイズもございますが、はい、マックさん、モコモコシューズを買うのか。一方、団長の奥さん、サチさんがプレゼントしてもらいたいものは、私が欲しいものはこれです。はい、花柄のワンピース。はい、なんか花柄のワンピースは私がすごく好きでよく買うんですけど、一回それでじゃあ団長が思うやつ買ってきてって言ったら、なんかボディコンみたいな、なんかもうピッチピチのやつを買ってきたんですよ。本当に好きなものをもう今は知ってくれてるんじゃないかっていう。2位は？はい、2位はですね、ファーベスト。なんか今年流行っててよく皆さん着てるんですけど、その欲しいっていうのをつい最近、一番最近話したので、はい、なんかやっぱり会話をどれだけ覚えててくれるかっていう。3位が包丁。一緒かぶった、まさかの、ね、包丁はあのうちは一番の夫婦喧嘩の今理由になってて、あのそうなんですよ、うちの包丁が全然切れないんですけど、あの私全然それが気にならないんですよ。でも団長は自分が料理をしないのにその包丁が切れないことに対してすごい怒るんですよ。いつまでこれ使ってんねんみたいな感じで、でも切るの私なのにすごい怒るんですよ。だからこれがあればちょっと夫婦が仲良くなるかなっていう。あんな買ってあげようかなっていう、はい、団長は奥さんの気持ちを分かっているのか。ここのフライパンあんのよ俺家に。やってきたのはキッチン用品のツビリング。いや調理器具は分からんな。ただ一個言えることは、うちの包丁めちゃめちゃあかんねん。全然切れへんねん。切れへんねんな。で文句言ってないからね。でもそれについて文句言ってんの俺だけやから。いや言わへんねんな、何欲しいとかあんまり。めっちゃ切れそうやこれ。でも大きさも分からへんもんな。ここでヒントタイム。 LINE で奥さんに一つだけ質問ができます。はい、あ、なるほど、うち来てました。料理に関するものっていう質問。やば、近いのかな。でもそれやと3位。でもまあでもそれももうでもすごいやん。すごいですね。丸か×かぐらいで答えていただけたらという。じゃあ丸で返しました。こうなったら今の話から聞くと確実に包丁買ってくるはずですよね。そうですかね。普段から言ってんだもん。あ、丸ってきた。果たして団長は包丁を買うのか。書きました。はい。嘘でしょ、台所で使うもの。うわ、
やっぱさ、すごい分かれへんからとりあえずキッチンカーって言っとけよもねえのか同じ店にいるんですね、じゃあきっと一緒に仲良く一緒に会話してるかもしれない、はい、じゃあ丸々です、とりあえず丸やね。なるほど。ズイリング、ズビリング、ズビリング、まあ、おっ、あら、おかぶった。一緒ですね、好みが。そうですね、はい、あのね、もう包丁か絶対まな板です、彼女が欲しがってるのは。はい、これ系もよく使うな。マックさんが選んだのは何なのか、迷った末にこのお店で商品を購入。買ってきた、買ってきた。あら、結構自信満々な表情ですけど、ね、はい、一回も当たったことないです。あれ、あら、掲げてこられました。お帰りなさい。来年2023年1月15日をもって一時閉館するマリンピア神戸では現在閉館セールを実施中。土日祝日限定でマリンピア神戸限定商品を特別価格で買えるチャンスも。そんなマリンピア神戸で奥さんへのプレゼントを買った2人、ちゃんと欲しいものを買ってきたのでしょうか。ではこれから早速お渡しいただくんですが、旦那様方には奥様方に対して感謝の気持ちを述べながらプレゼントを渡してください。嬉しい、はい、そういうことでございます、はい。ではまず旦那さん、急にどうした、急に旦那様2人どうした、ボッてなって今必死で何を。まずは幸さんへ団長からプレゼント。いつもありがとうございます。声ちっちゃい。いろんな具体的な好きなところ言って、はい、好きなところ言ってください、ね、まあ、子育てから、ね、もう何かも全部任せてます。ありがとうございます。素晴らしい。さあ、このプレゼントがあってるのかということでございます。はい、はい、いいですか。はい。よいしょ。出たー。出たー。嘘でしょ。だから。色も一緒。言ってました。いいな、いいなって。はい。そう、確かに言っていたんです。この上下もすごい可愛い。かっこよくない？あ、緑。ええやん、これ。これね、かっこいいよね。うん、正解なんでしょうか、ゴ、はい、ーデンさん。よろしくお願いします。はい、1位、1位。正解はこちらです。残念。残念。花柄じゃない。不正解。続いて小原さんへマックさんからプレゼント。ここで一つ本当にあのもう一つ感謝の気持ちを伝えたいのは、本当に子供たち3人のいいお母さんです。で、僕のこともしっかり見てくれていつもありがとうございます。そんなこと言う、ちょっと、え、そういう番組これ、嬉しい、嬉しいんです。あ、もうこんな言わないじゃん、子供、ま、続きがありがとうございます。こちらこそです。はい、ありがとうございます。わあ、素敵。もうなかったよ、もう。じゃじゃじゃーん、じゃん、第2位に入っています。包丁でございます。包丁、食洗機 OK。 え、食洗機 OK、 あ、食洗機 OK、 嬉しい、大正解。皆さんちゃんと見てますやんか。はい、マック鈴木と結婚してよかったです。よかったー、やっぱりね、よかったです。やったー、ということで、小原さん、マックス・鈴木さん、2人の勝利。いや、これはやっぱり
みんなも真似するべきですよね、うん、見てる皆さんも、はい、そう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 、やっぱ何が欲しいか当て合うってね、お互いにねやり合ったりすると、うん、相手に似合うもの、それがプレゼントです。いい笑顔をゲットできます。ぜひ買いに来なはれや。どうもありがとうございました。終わりました。